じゃあ表面の説明をしていきましょう。はい、一個一個説明していきたいなと思います。はい、まあ詳しい人はね、そんな知ってるぞっていうような、多分こういう風でしょっていうのはあると思うんですが、一個一個説明していきたいなと思います。はい、まず、この左上のつまみですね、これが、メインアウトになります。はい、まあ全体のボリュームということですね。はい、うん、で、お次ですけど、まあそんなにこうつまみの数が多くないというのが結構特徴的なんじゃないかな。うん、はい、ローパスエフェクターですね、フィルターになります。で、こっちがハイパスになります。ローパスの場合は低音だけ残すエフェクターで、ハイパスの場合は高音だけ残すエフェクターということになります。で、これがですね、なんと、デイブ・スミス・インストゥルメンツから、提供された。まあ、今回、一応、これが、まあ、目玉というか、話題になってるということなんですけど、これ完全にアナログ回路で入ってます。デジタルの、エフェクターじゃなくて、アナログのエフェクターで入ってますので、まあ、かかり方がですね、こう、アナログ的というか、ちょっとえぐめにかかったりもするんですね。このレゾナンスを増やせばですね、結構えぐめにかかったりするんで、結構面白いのかなと思います。ちょっとやってみましょうか。はい。曲もえぐめだな。はい。で、ですね。まあ、こうやると、しっかり、はい、で、今レゾナンスがゼロの状態にしましたんで、まあ簡単に言うと、まあ初心者の人たちはかければかけるほどえぐくなると思ってもらえば、こう、なんて言うんですか。もういっぱいに しちゃいましょうか。わかりやすいから。はい。なんか、こう、今は低音だけ残ってる。今はもう超低域しか鳴ってないような状態で、ほぼ聞こえないはずなんですけど、それ、プラス、なんかこう、えぐみみたいなのがこう、プラスされるって感じですね。大丈夫か、このスピーカー。大丈夫。こういうやつ。こういうやつです、こう。あ、でもね、アナログっぽいわ、これ、音が。うん。あ、確かに、触ってて楽しいです。アナログ的なかかり方ですね。やっぱアナログだから当たり前だけど、であとドライブもあります。ドライブやるともうさらに汚れる。うん、で、一応これ現場もこれ意識してあるなっていう感じもあると思うんですけど、やばくなるとこのランプがつきます。はい、なんで、かけすぎ注意というようなことなんですけどね。はい。いう感じです。かなり、これはナチュラルに、フィルターがかかりますので、めちゃくちゃおすすめです。はい。で、あとは、今度はハイパスですね。ハイパスの方は、まあ、例えばこれ、デジタル回路だったら、ドライブとかレゾナンスを、ハイパスとローパスで共用できたりするんですけど、これがアナログの、フィルターたるゆえんだと思うんですけど、ハイパスは本当ハイパスするだけです。はい。逆にだからこれ本当にアナログなんだなっていうのが分かったりするわけなんですけど、はい。ちょっとやってみますよ。まあ、いわゆる、高音だけ。高音。ガクンってなった。ガクンってなった。はい。いいですよ。はい。音が良すぎて気絶しちゃいましたね、カメラマンが。はい。まあ、こんな感じで純粋な、ハイパスになりますね。
こんな感じですね。うん、まあよくかかってるんじゃないですか。はい。うん、という感じでございます。これが、アナログフィルターですね。で、アクティブ、非アクティブのボタンがあります。これが、あると、通らなくなるんだよな、これ。そうですね。ということで、これを、押すと、アクティブ。これを押すと、非アクティブ。要は、ここのアナログの回路を通らないということになります。結構、なんて言うんですかね。しっかりと攻めてる感じがするので、逆に、全くフィルター使わないよっていう風だったら、非アクティブにしといた方が音はいいかもしれないです。ただ、ちょっと汚れ目でこう、グルーヴ感を出したいみたいな人は、ここら辺を使わなくてもアクティブにすると、いいと思います。今でもやっぱり、なんていうんですか、多少の SNE 影響してるなって感じするので、はい、という風ですね。これもなかなか、だからこのボタンがあるっていうのはすごく、配慮してあるなという気がします。はい。で、こちらですね。はい。おぉ。すごいな。はい。イランボタン押しちゃったな。あ、これね。はい。16個のパッドになります。これもフルカラーになる感じですね。はい。で、ですね。まあ、叩き味としては、うん。まあ、うん。どっちか言うと赤い的な感じですかね。うん。ローランド的な感じではないな。赤い的な感じかな。うん。だから、NPC とか慣れてる人でもこれはすごくやりやすいと思いますよ。はい。でも、NPC と比べても、うん。すごく触った感じで打感はいいね。とか言って俺フィンガードラムできねえんだよ。はい。柔らかいですか？ちょっと柔らかい。ちょっと柔らかい。うん。けど、どっちか言うとやっぱ硬い方ですね。はい。だからまあ、ちょうどいいと思います。これはね、多分、みんな満足すると思いますね。はい。という感じでございます。で、ですね、これで、この、今度、下ですね。下のボタンなんですけど、これはちょっと、寄れるのかな、これ。トラック、その次、ミュート、ですね。で、その次、スライス、スケール。という、この4つのボタンがあります。これ一体何なのかっていうと、ですね。まあ、これ結構プレイとかでも使ったりするのかもしれないんですけど、こうやってミュートってやると、例えばここの、はい、これ、まあ、キックですよね、いわゆる。で、これを、まあ、なんていうかな、スネアっていうの？はい、まあ、みたいな。で、これはハイハットみたいな感じなんですけど、この、キック以外全部ミュートしてみましょう。はい。はい。そうするとどうなるかっていうと、再生してみると、お？ん？その二つが残ってますね。残ってるね。これですね。で、トラックでキックを選択すると。そうそうですね。はい。ですね。で、再生する。そうすると、こういう形で、キックの音だけが、鳴ると。他のパッドはもう全て殺す。これがミュートっていうことですね。で、再生中にも復活させることができますので、展開を作ることができたりしますね。ちょっとやってみましょうか。今は、1番しか、ここ確かハイハットだから、次ハイハットやってみましょうか。はい。うん。こんな感じですね。次何行こう？これ行ってみようかな。
どんどん増える。で、まあ増やしたり減らしたりすると、あ、分かりやすい。やっぱ色がついてるからすごく分かりやすいと思いますね。ちょいちょい先から録音ボタン押しちゃう。はい。みたいな風で、展開つけて、まあ、遊んでもらうというか、プレスするのに使ったり、するボタンですね。はい。じゃあちょっとミュートを全部、解除してみましょうか。はい。シフト押しで簡単にできます。シフト押しで、ちょっと今神の声がしました。シフト押しで簡単にできる。シフト押し、あ、お、これでいいらしいですよ。はい。うん。これで元に戻ったかな。はい。あ、戻りました。すごい。今日はなんかすごい神様が いるっぽいですけどね。はい。あれ？あ、はい。まだ登場できないらしいですね、神様。はい。いうことでございます。で、次、スライス。スライスに関してなんですけど、これはですね、ループとかが分かりやすいかもしれないと神さんは言っておりますね。はい。で、はい。そうですね。16個に、まあ、これ16パッドありますので、16個にこう刻んでくれるというのが、まあ、このスライス機能という感じですね。例えば、これと、と、っていうのがもう全部分かれてるわけですね。ちょっと四つ打ちのやつでやってるから同じような刻みになっちゃいますけど、まあそうやって使うという感じです。まあ通常結構サンプリングとかした時に、BPM だけ合わせてもらって、バシバシバシとこう16個に切ってもらったりとかすると、まあちょっとリミックスみたいな感じで取り込めるので、サンプラーにはスライスというのは定番の機能になったりします。なのでそれも当然ついてるという感じですね。で、あとスケール。はい。スケールに関しては、まずこの根音ですね。ここで選べるのか。うん。はい。トラックをそこで選択。ここの液晶パネルで、好きな音を、選んでもらうんだけども、はい。これが根音というか、基準となる音ですね。で、次2番を押してみましょう。ということです。で、3番。4番。ということで、半音ずつですね。半音ずつ上がっていくという感じなので、例えばベースものだったりだとか、一音ブーっていうのを取り込むと、ベース弾きとかが、できたりしますね。という感じですね。はい。そういった、スケールも、ついてます。